バーミンガムは、イギリス海軍のタウン級刑所二王冠。艦名は、イングランド中部の都市バーミンガムにちなむ。バーミンガムは、プリマスのデボンポート造船所で1935年7月18日に寄港し、1936年9月1日に浸水、1937年11月18日に収益した。 バーミンガムは1938年3月にシンガポールにつき中国艦隊の第5巡洋艦船隊に加わった。1940年1月にスウェズ運河経由で地中海へ移動しマルタで整備を行った。1940年3月から4月にかけて本国艦隊に合流した。本国艦隊では第18巡洋艦船隊に所属し、 ノルウェー沿岸でドイツ漁船の行動を防ぐための紹介を行った。4月半ばにバーミンガムはマンチェスター、カイロと共にノルウェーに向かう兵員輸送船団を護衛し、5月にはマンチェスターと共に1500名の兵をアンダルスネスから撤退させた。帰国後は1940年9月から12月にかけて修理を行った。 1931年1月から4月にかけて、バーミンガムは、中東に向かう、兵員輸送船団を護衛して、希望本付近で活動した。5月に、本国海域に戻り、ドイツ戦艦ビスマルク及び従順洋艦、プリンツオイゲンの探索に参加した。バーミンガムは、スカパフローを出港、アイスランドから、フェロー諸島の間の海域を紹介したものの、 ドイツ艦と遭遇することはなかった。その後はイギリスから南アフリカに向かう WS-9A センダーを護衛し、1941年7月4日に到着した。南アフリカでは、サイモンズタウンのセルボーン艦ドックに入居して、小修理を行い、マーク284及び291レーダー、いくつかの対空兵装が装備された。 作業は1942年2月に完了し、バーミンガムは東洋艦隊に転属、南アフリカには3月に帰還した。6月に地中海への展開を命じられ、テナント少賞指揮下の第4巡洋艦船隊に所属した。同月、バーミンガムはマルタへの補給作戦ビガラス作戦に参加した。この作戦中にバーミンガムは敵機の攻撃を受け、 数発の資金弾により損傷した。9月にバーミンガムは、インド洋へ戻り、マダガスカルの戦いに参加した。その後11月には、マハジャンが西岸に上陸する部隊を乗せた船団を、護衛した。同船団は、第10不評旅団を乗せ、航空母カイラストリアスによる支援を受けた。海兵隊の敬礼を受けるモントゴメリー元帥。停泊するバーミンガムの感情では、 乗組員が整列している。1943年4月、バーミンガムはイギリスで、再び修理が行われた。作業は10月に完了した。地中海での活動を再開したが、11月28日に、切れないか沖合で U-407 の雷撃を受け、大きく損傷する。バーミンガムは、アレキサンドリアへ戻り、応急修理が行われた。 1944年6月にアメリカが主国に向かい本格修理が行われる。修理は11月に完了し、帰国後スカパフローで第10巡洋艦船隊に合流した。1945年5月、ヨーロッパでの戦争が終了に近づくとともに、バーミンガムは大道及び数隻の駆逐艦からなる部隊を形成し、 バルト海での港湾占領任務に当たった。部隊は、スカゲラク海峡のドイツ軍による、機雷布折海域を避け、5月9日に、コペンハーゲンに到着、プリンツオイゲンを呼び、ニュルンベルクを接収した。5月13日にバーミンガムは、デボンシャート任務を交代して、帰国の音に着いた。1948年にバーミンガムは、南大西洋に配属された。 1949年から50年まで東インド艦隊の第4巡洋艦船隊で活動し50年から52年にかけて近代化改修が行われた改修では新型環境ラティスマスト及び空気清浄装置が装備され極東での任務に適した環境が提供されることとなったまた4インチ対空砲の完成のため 航空機ハンガー部分に2機のマーク6広角、完成装置が装備された。この回収がバーミンガムの最後の近代化となった。作業が完了するとバーミンガムは東洋艦隊に配属され、第5巡洋艦船隊に所属した。朝鮮戦争では6インチ砲を1051発発射した。1952年6月に停戦交渉が、 成立し、バーミンガムはニューカッスル及び2隻のフリゲートと共に、北西海岸から韓国人を救助するアメリカ軍上陸要集艇の支援を行った。1954年6月にバーミンガムは極東から帰国の都に着いた。1955年、バーミンガムは地中海艦隊に配属され、第1巡洋艦船隊の帰還となった。 1957年6月に地中海艦隊司令官、ラルフ・エドワード提督指揮する7隻の軍艦の一隻に選ばれ、トルコの国会で演習を行った。演習はソ連政府からの強い抗議を受けることとなった。1959年5月、マルタ島沖での活動中にバーミンガムは駆逐艦、デライトと衝突し、水戦下の損傷を調査していた。 水兵2名が毒ガスの発生により死亡した。バーミンガムは1959年12月3日にデボンポート海軍基地で退役した。バーミンガムはタウン級軽巡洋艦の中で最後に退役した艦となった。1960年9月にインバーキッシングのウォードで解体された。バーミンガムのバッジはサイモンズタウンのセルボーンカンドックの壁に 現在も展示されている。ありがとうございます。